求人があったんで紹介します。ここ横田本文具横田っていうね、商店街の中にあるお店。向こうに冒険島があったり、向こうは大磯の方面になるんですけども、ここにですねアルバイト募集、小学校中学校の教科書の販売、今日販売で教科書の搬入3月26と27 11時から17時、2日間のですね、バイトの募集っていうのはなかなか珍しいんで撮ってみたんですけど、拘束時間は大体11時から17時とか6時間ぐらいで1200円とかだから、2日間で1万円ぐらいになるのかな。はい、皆さんぜひ男子応募してみてはいかがでしょうか。